ましたー。はい、毎度おなじみゼロトークです。イエイ、行きますか。じゃあいつもの行きますか。行きましょう、行きましょう。いつやるの。今でしょう。せーの、ゼロトーク。はい、やだよしゃ。えい、いやー、まあもうここまだ全開ですよ。マックス。おかしい。くだらねー。どうでもいいな。いやー、そうですね。まあ前回ね、ちょっとね、締め日だったんでできなかったです。すいません。はい、全くできなかったんで。すいません、忙しかったんで。やりたい気持ちはめっちゃあるんですけどね。そうなんですよ。なかなかできなくて、まあでもあの先月ちょっとあのイベントやらせてもらって、まあ周年もありつつ、はい、まあナンバーワン取れることができたんで、イエイ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ナンバーワンってすごいですね。いやー、でもね、グループナンバーワン行きたかったけどね。悔しい、惜しかったですね。1500兆円ってナンバーツーやだなー。まあでもそのね、レベル高い。あ、これは神様がくれたあれなんだ。ちゃんね、チャレンジ、もっとチャレンジしろという。そうですね。で、チャレンジしろ、お、分かった、もっと休めってなって、あの、まさか入院しました、自分。いや、マジで1週間入院しました。それは早いですからね、ほんとね。そうなんですよ、締め日が終わって次の日からね、2週間ね、いやー、ちょっときつかったな。病院生活が恋しいもん。代表のタイムライン見たら載ってるんで、徹底的なシャムシャムとか。そうなんですよ、リアルな感じで大変なんですよ。だってもうこの時間も病室では寝てたからね。そうそうね、完全もうオフの時間ですからね。あのもう9時には寝てたから、消灯してたから。仕事9時の6時起きたら早いから結構ね。なのにあの1時過ぎにあの内勤から今日こうでしたって来て、ずーってなって日報とかね、日報来て、あのめっちゃ他の大部屋だったんでね、あの他の患者さんにね、めっちゃ迷惑だったっていう。なんでこの世の中じゃなくてたんで。まあでもまあ12月ちょっと出遅れたんですけど頑張っていくんで、はい、これからも応援の方よろしくお願いします。いけないです。じゃあ行きますか。はい、行きますか。本日のゲスト、はい、来ましたね、ついに。自分が入院する間に入店を決めてくれた、はい、カリスマホスト。カリスマホスト電撃入店ですね、これ は、 はいの、行っちゃう、もう行く、行きましょう。行く？はい。行きたい？はい。ずっと立っててるもんね。まず3時間。じゃあ行きましょう。まあ新しく入った、電撃入店の花くんです。どうぞ。ほっ。ほっ。入れた。ほっ。ほっ。いやー。待ってたよ。この日を待ってたよ。どう？見て。イケメンじゃない？すごい。ね、イケメンすぎでしょ。俺の顔が倍あるからな、これ。そう、3倍、5倍。ちょっと今度半分の1。この辺で、この辺でちょうどいいから。この辺で。まあそうですね、まあちょっとね、はい、まあ結構見てる人多いんで、ああ。ね、自己紹介兼ねていきますか、はい、じゃあ。じゃあ、自己紹介。じゃあ、自分のプロフィールを。はい。カメラに向かって、じゃあ。はい、お願いします。はじめまして。はい、ボー、メンケバー。え、ボーどこだったの？ボーどこだったの？はい、くん。はい、まあ、そうですね、メンケバーからマベックで、そこから移籍しました。売れっ子さんだからね。あ、ジュンじゃない、だって今は、はい、ジュン言っちゃってるじゃん。言わない約束だから。今はホストクラブゼロゾで、花って言います。花です。花ちゃんね。はい、よろしくお願いします。よいしょ、よいしょ。え、早速入りましたね、はい、やっとゼロリの小顔が入った。誰が顔でかいの。やっと小顔が入った。身長でかいや顔でかいよね、はい、ね、でもね、まあ、ボー、うんうん、じゃあね、もうナンバーワンでね、まあ、うん、なんとか、うんうん、なんとか頑張ってます、はい、すごいちょっと力持ってる子なんで、で、ゼロ、ね、そうだね、ゼロ入ってさらなる飛躍をちょっと期待して、はい、まあ、僕たちも頑張るんで、
あ、本当ですか。はい、今チャンスしかないから。あ、本当ですか。アサックチャンス。大体姿勢がいいな。今のお見合いみたいな。いやいや、背骨、あの背骨じゃねえや、背骨もあるわ。正直あの緊張してます。最初は緊張するから、ね、正直緊張します。だって俺らもこうやった時めっちゃ緊張したもんね。だって今日月のあのフルのやつ3人で30分だけだからそれどうでもいいかなと思って。後半グダグダカリカリやつ。あ、じゃあ、おめでとう。じゃあちょっと今日月ロック久々に行きます。初心を今日月ロックなんで行きます。行きます。うまい。もう一杯。うんうん、なんか、でもなんか久しぶりですよね。2週間ぶりですよ、私。2週間ぶりだね。そう、ちょうど2週間ぶりですね。前回だと最後、あれ、誰だっけ。前回は、そうだ、たくみと京也だ。内勤、内勤だね。内勤だったね。そうそう、まあでも今いる子たちはね、1回経験してるから。1回経験して、もう1回出てよって言ったら、もういいですって子は何か言ってるわけ。苦手なんだろうね、カメラとかで話す。すっごくわかります、それは。すっごくわかりますけど、結構なんか撮影慣れしてるような感覚だったけどね。いや、あんま慣れてないね。いや、全然だっす。もう、この背筋見てくださいよ、もう。綺麗やん。垂直、垂直。あ、ありました。どう、なになんか、コメントどう、コメント。あの、花火を見ると、それがさらに顔が出るって言います。いや、花火が近すぎるんです。いや、ちょっと面白いのが、あの、ハルトさ、え、何、あ、ハルト横断歩道みたいで洋服やめて。誰が横断歩道だよ。渡れないってことだよね。でも、未だにやるんだけどさ、横断歩道歩くときさ、なんか白い部分だけ踏みたくない。わかる。白い部分だけこう踏んで、こう歩きたいなっていうのがすごい。くだらないことですからね、思いましたね。何歩で渡れるかとか。俺、未だにこう階段とか、俺回しますよ、一歩飛び越えて歩いちゃう。わかります。でもね、足長いから足長いで、5本足だよ。わかるわ、それ。めっちゃわかります。はい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 、じゃあ行きますか。じゃあ、まあちょっとね、花くんにいろいろギリギリトークしていくんですよ。ギリギリトーク。あ、はい。あの、普通すぎてもつまんないからね、はい、もう質問に答えづらいようなやつをしていこうかなっていう。ガンガンね。いや、答えてもいいですけど、僕次から出ませんよ。次から僕ちょっと、遠慮します。そう、メイと一緒か。イケメンはそうなるのか。じゃあまあ、じゃあ行きます。じゃあゼロに入った理由をちょっと聞きたいなと、はい、大事ですね。大事です、行きましょう。あ、行きましょう。はい、行っちゃってください。まあ、正直に言うとしたらですね、おうおう、はい、まあ、あれです、前行ったお店の時から、まあ、前の時ちょっとあんまりにも名前を聞くからどんなもんだと。あ、前の店からね。そうですね、前の店のゼロは、ゼロは、そうですね、まあ、女の子が、あ、ゼロ行ってるんだ、私あそこ行ってる、私あそこ行ってる、あそこいいよ、みたいな。あ、はい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 。いや、ちょっと、まあ、その時はまあ、正直腹立ちましたけど。いや、そんなにと思いまして、これはぜひある意味チャンスだと思って。そうですね、俺が入ってたら俺がゼロを変えてやろうっていう。ちょっと、そうですね、ちょっともういろんな先輩方を見て、もうほん素直に思いました。みんなね、違うからね、もしね、そう、うち個性があるんで。でもうちなんかほんとみんなが遺跡とかが多いし、ほぼ遺跡だからね。俺もそうですし、俺もそうだし、ほんとに遺跡が多いからね、チャンスかなと思う。やっぱり遺跡がね、たくさんいるってことはほんとに店が叩きやすいかなと思う。あ、ほんと4日目って4日目、2日目でしたね。4日目です、今日さっき出てましたけど、4日目で肉生出れるといいねみたいな。待遇がうちはいいんでね。そうそう、バイバイバイ。あ、ちょっと手振ってたからめっちゃ手振ってた。あ、マジ選手交代。交代いないやねん。今日は交代いないっすよ。しかも手振れよって、もう結構ね、ボラボラな感じで来るから気をつけて。まあ、どういう意味なら当たりですよ。どういう意味じゃないからね。なるほどね。そっかそっか、そういうイメージか。じゃあ、はい、単純にこうね、来てからの、はい、実際入ってみての、やっぱ多少ギャップがあると思って、
ギャップですか。はい、あ、よく、あ、はい、あ、逆に良かったな。まあ、多分今右も左もね、分かんない状態だし。いやそうですね、本当に全然分かんない。え、下の方はどっち曲がり？はい、下の方はどっち曲がり？ね、下の方はどっち？関連の方かな、俺やみやがないけど。まあ、俺の時どちらかこっちだよ。うん、1人45度してるから全く分かんないけど、あ、うん、あ、大丈夫か、深夜マグネ深夜の、ちょっと深夜のゴールで深夜ネタボケだね、ちょっとボロはダメですよね。ボケたに行こう、ボケたにここなら分かってくれるはず、ボケたよ。分かります、絶対分かります。そんな感じなんでね。そうそう、真面目すぎてもね、はい、つまんないからやっぱイメージがあったんで、あ、逆にどういう時代のイメージ。そうなんですよ、やっぱりこう、もう、まあ、言っちゃったらもう、まあ、ホストクラブ、僕メンキャバーしか行ったことないんで、はい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 、ホストクラブって言ったらもうこんな、はい、もうこんな感じで、あんまり、まあ、言ってしまったらこう、まあ、置物みたいな感じの、なるほどね、ちょっとイメージが多かったので、ちょっとびっくりです。うち、置物じゃないです、すごくびっくりです。俺多分こんな感じでずっとうるさいよ。代表本当にずっと喋ってますよ。一晩中だよ、一晩中。なんかたまに言われる。たまに言われる、やっぱ、ま、あなた真面目すぎて嫌だ。いつも仕事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 みたいな。真面目ですね。私のこと考えてって言われる。まあ仕事熱心な英語ですよね。そうですね、ね、やっぱ男担当はね、やっぱその立場とかもあるかもしれないけど、やっぱ仕事でやっぱ頑張りたいし、かっこいいですね。でもそれそこはやっぱ大事じゃない。大事です、わかります。元気があれば何でもです。すいません、鍛錬でもらっていいですかね。いやいや、なんかあのね、小中のときついね。リアルに鍛錬ください。ちょっと飲もうかな。何や、アマチュア親衛隊ひっそり作る、なんでやねん。囲ってるみたいな感じで。ハナ君のアップ欲しいんだよ、後からもアップしようかな、久しぶりなんで。ああ、なんかあのカメラ持ってアップができるから、それやろうかなって。あ、本当ですか。そうそう、じゃあちょっと上半身に行くか。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ続いて、まあホスト歴は長いの？3年ないくらいですよ、2年と。あ、2年ぐらいで。おお、アップ機能的にアップしてくよ。ああ、ほんとだ、かっこいいな。いやはい、大丈夫です、アップ大丈夫です。はい、すいません、ありがとうございます。後でちょっとあの、よろしいかって、こっちの方上げて。3年ちょいか、面白い。そうですね、もうオタルで言います。はい、あ、そっか、3年か。意外とね、結構いい感じだね。一通りはもう、なんか経験してきました、ね、そうですね、でもやっぱり俺らもっと経験するから。そうっすよ、その倍率が9年。いや、俺は多分7年ぐらいなんで。なんか一番長いんだよ。ちょっともういろいろ教えてください。教えてください。何でも聞いてください。あ、もう何でも聞きます。そうだね、はい、でもあんなことはこの子まで。はい、何でも聞きます。なんか昔と今って結構変わってきてるし、時代のとこも難しい、難しいけどね。もう、だってもうハルト君が氷落としたけどびっしょびしょなテレビが落ちた。すっげーびっしょびしょなテレビ、これ滑ったし、今。ハナ君イケメン、花君イケメン、ね、どれがアマチ？めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいんですけど。花君！アマチはゲイだよ。めっちゃ嬉しいんですけど。アマチはゲイだよ。いや、でも楽しみだよね、ほんと。ね、入店決めてくれるからやっぱ、どうだろう。今、原石結構いっぱいいるから。そうですね。あとは自分の殻を破るだけなんだけどね。難しいのがあるけど。そうですね、できれば。いや、イケメンが多いからちょっと困りますけど、ちょっとびっくりしますよ。いやいや、イケメンだね。いや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 いい。うん、花火の前もいいですよ。もう、もうこの辺から、びっしりこの辺から。何かの潰しですか？はい、大丈夫。何かの潰し。フラットに行こう、フラットに。あ、はい、ちょっと硬くないから、この番組が。はい、はいはいはい、アマチ顔小さい、棒読み、やかましいわ。じゃあ、行きましょう。じゃあ、やっぱ気になるね、やっぱり相当モテただろうなっていう、このね、容姿があったら。
この用紙があったらですか、はい、ね、モテるだろうなということで、はい、じゃあ、好きな女性のタイプ、好きな女性のタイプですか、はい、聞きたいな、どういう人らしい人、まあ、普通に、真面目に、いいねー、またアップされてるよ、いいねえ、どういう人のタイプなんですか、今までやっぱまあ、全員ですか、全然全然、僕、そうですね、女の子で言いましたら、僕、今日手を見ちゃうんですね、手フェチ、手フェチっていうか、手フェチなの、え、でもほら、例えば家事とかやってたら絶対手は荒れたりとかする方だったり、 あ、 あと、やっぱ おしゃれしてる方だったら、まあ、爪を結構おしゃれに見えるとかね、そうですね、大事だからね、そうですね、おしゃれ足元というからね、そうですね、その同じ感覚があるから、手はなんか見ちゃいますね、でも、へえ、そして、まあ綺麗だとしても荒れてたりしても、でもやっぱりどっちも、あ、じゃあちょっと荒れてる方が興奮する、まあ、ちょっとありますね、ちょっとなんか分かりますすごく分かります、僕そのケアあります、めっちゃ頑張ってんだろうなみたいな、そうですね、あ、なるほどねそういうところになんか勝手にもう興奮しちゃうみたいな、そう、一人で妄想してますね、それすげえな、思ってますね、もう俺のおしゃれは五本足ですけど、ね、足高っ俺足と変わらないなら変わらないっていう、よし、行こう、王子は好きなタイプ、好きなタイプは俺足フェチっすね、うー足がこう、カモシカマみたいな、俺みたいな足が好きなんですよ、なんかルイは友よく、そうそうそう俺結構自慢ないですけど、俺結構体がでかいし、体の態度もでかいですけど、足は綺麗取れるんで、毛もないし、カモシカマだし、陸上やってたんで、足は綺麗なんで、なんか逆に自分があるものを女性にバックをしてる、あー、なるほどね、はいはいはい、やっぱ自信、足に自信がある方はね、ジェルの方に遊びに来てもらえればねぜひぜひ足から見ていこうかなと、ね、足と手、足と手と顔みたいな、どうやったら顔か、俺顔でかい方好きでルイが友呼ぶんで、めちゃくちゃいいじゃないですか何の話やねそれは、まあそういうことでね、はい、はい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 、なるほど、どうですかコメントの方は、コメントすごい今日いいペースですよ、もうすでに500超えてますからね、ああ言ってるね、なんか言われて、まあ、コメントはいろんなんですよね、流れがあるからね、なんか花くんの話だったら、花くん何歳なのみたいな感じ、年も聞かれてて、あとは、はい、何色のカラコンとか、あ、どこの店なのとかいろいろ聞きます、花くんにも、ね、あ、また聞いちゃう、どこの店、うん、あ、花くんのトゲは何ですかとか、めっちゃいろいろコメントありますね、あ、得意、特技とか、あ、何でもお答えします、あ、どうだ、特技は何、特技ですか、ちょっと一個一個言ってくる、一個一個ですか、あ、特技ですか、特技特技まではないんですけども、ちょっと趣味に近いんですけども、運動とかスポーツとか、ピクニックですあー、かわいこぶった、好きなんです、かわいこぶった、今散歩のピクニックが好きなんです、なかなかピクニック好きって言えないけど、でも本当趣味だとね、本当に趣味か分かんないですけども、よく行きます、登山とか、登山は、あ、でも次はちょっと富士山に、あ、一緒、俺もよ、すごい行きたい、絶対そうっすよね、いや、これ1月行かないですよね、いや、1月行こうっていう話だけど、ちょっと温度差が激しいんだよね、あー、そうなんです、1月行ったらね、普通の気温の30、マイナス30度が来てます、富士山の、本当に気をつけた方がいいらしいです、調べます、いや、ね、うちに流して DVD とか、まあ、グループでこう、やってもらってるっていうの、登山大好きで、あ、その人がいいんですか、おどこ行くのね、ね、基本的に言ってくれ、自由時間、自由時間、花子がマジで放送中に勝手に行ったのこれ、なんか、あれなんですね、台本とかないんですね、本当にあ、台本はね、ないです、まあ、ある程度のくくりはあるけどね基本ね、普通のこうやっぱ会話とかはい、そう、アドリブちょっと、びっくりしました、本当に台本を最初で、ね、作ってたんだけどね、硬すぎて、なんかマニュアル通りみたいなのすごい嫌で、その相手のなんかいいところ引き出せなかったから、ああ、はい、いや勉強したんですよ、いや、もういっぱいいっぱいですもん、勉強したんですよ、慣れない方考えてください、もう、うぃやー、登山ね、はいはい、じゃあちょっと行こうよ、じゃあ、ああ、わかりました、ちょっと本当に行きたい、でも春だね、そうだ、そうですね、やっぱり山開きしてからですね、なんか冬で行ったらやっぱスノーボードとかあるけど、
スノボできないから。僕もできないんです。当時できるスノボ。スノボできないです。もうやったことない。俺九州なんでスノボできる環境じゃないですよ ね。できないよね。個人的にはゴルフとか。ゴルフですか。これダイビング。ダイビング。ゴルフがダイビング。これダイビング。これダイビングですか。すごい。ダイビングゴルフしてるイメージないですよね。野球しかイメージがない。あ、まあ、野球は やるけど。ああこの前勝ちましたもんね、野球29対2で。聞いちゃうそれ。ロミジュンに。それ聞いちゃう。やっぱ、それ野球強いな。29対2。俺、全然言ってないけど。あ、僕、ブログかなんか見ました。すごいな、チェックしてるね。僕、まだ、購入してないんですけど、見ました。いや、俺、メロンでも、まだ感じてない。返します、返します。そうそう。で、まあ、今年の野球はもう、それで終わって、まあ、来年かな2月か、2月まだ早いな、春かな、これ。大丈夫、野球出てるんですか、試合。出てるよ、呼ばんだよ。キャプテンだよ。嘘でしょ。いや、ほんとだよ。来ればいいじゃん、じゃあ。俺、野球行ったことないんだよ。バスケットで行くんですよ。うち結構ね、レクレーションが結構あるから。うち運動会もあったんで。それぞれみんな、じゃあ、サッカーとかいたり。あ、サッカーもいい。サッカーも超いいし。この辺運動会、サッカー部、うち6人出て。レイジとかうまいからね、サッカー。でも選抜ですよ、なんか。でもめちゃくちゃゼロ強いじゃん。そうだ、スポーツバンドが多い。そうそうそう。売り上げもあって、スポーツもできたっぽいもんって、仲良くて。でもね、唯一言ったらね、スタミナがない。大丈夫。おっさんばかだから、最近走ってるんで。なに、俺最近点滴してるから。ダメです。健康的な感じ。また腫れてるけど。拾わないで、ね、ごめんね、コメント。なんか拾ってほしい。コメント拾ってほしょうか。写真ハゲて、ハゲてねえよ、バーカ。中洲でホストしてません。はい、スポーツは届け。わかんない、拾わない。さあ、顔がでかいなら何でも OK だよ。じゃあ、スタッフの趣味聞いてやるよ。あたりが強いですよ。今日はまあ出てないよ、声優崩すし。声優があんまないからさ。そしたらね、勝手にね、文字ライでね、アマチスタッフがね、声優崩すしね。さあ、行きましょう。あ、コメント大丈夫。もう質問、まあ、コメントめっちゃなんかいろいろあるんですけど、なんか俺の嫌がらせも多くて、ハルトは俺の嫌がらせが多くて、ハルトは傷ついてるじゃん。ハルトさんオラオラなんですけど、俺結構メンタル弱いんで、だから結構落ち込んでるんですよね。コメント拾えよ。多いね。コメント拾うから言ったやじゃん。じゃちょっと気になります。僕も気になりますけどね。います。はい、いろいろあるんですよね。でももういいペースですよ。もうコメント何を言ってるんですか。はい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 。ハルト君メンタル弱って書かれてる。メンタル弱いよ。こんな感じなんで。コメントはスルーしてないよ。気持ちに抑えてるから。最近のハルトはないわって。最近結構いいこと言ってたって全部流されたけど。おかしいな。結構名言たまに言うんだけどさ、誰も拾ってくんない。だって今日ね、一緒にヘルプ回ってる時に。あ、そうです。俺名言言ったよね。すっごい。誰も拾わなかったね。何でですか。え、100回喧嘩していいんだけど、じゃあ101回仲直りすればいいじゃんっていう。うお、その101回目の仲直りがすごい意味あるのかなと思うんだよ。さあ、飲もうか。あー、お茶おいしい、うん、ですね。じゃあ、あとはどうなのね。あとどう。あとコメントの方拾って、まあ、今日は拾っていこうかなと思ってるんですけどね。あとはね、方言、バッテ使ってよとか、方言使ってよとか。まあ、大体地元が福岡なんで。そう、地元は僕も福岡です。本当？そうです。あ、はい、僕福岡の久留米だよ。そうです、久留米。え、知らないよ。久留米っていうところです。マジで俺、福岡っぽいけど、俺熊本だけど。いや、それは熊本です。あの、熊本です。熊本なのに、福岡ってずっと言い張る。何仕事だよ、話はこちら。いや、あの、熊本も好きですよ。まあ、やはり今日は全部九州って。あ、そうですね。そうだね、ある意味、福岡の会だね。まあ、俺は熊本だからね。熊本、ほら、熊本、ちょうどほら、俺たちは熊本。ハルスさんの足舐めたかたい。何舐めたかたい。はい。ハルスさんの気持ちが盛り上げられた。え、いつこっち出てきたの。僕もう4年前ですね。4年前です。結構長いんだね。そうですね、こちらで。はい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 。まあ、ちょっと農業の勉強もやりつつですね。あ、農業ね。そうですよ。そっかそっか。じゃあこれからはね、
ねえ、次に向かってね、ステップ行くしかない。これからね、じゃあ3人でね、農業できたらいいね。将来は農業で、ね、大根、みかん、きゅうりじゃない。なんでやねん。はい、そこあえてトマトと言え、顔でかいから。はい、じゃあここで一旦 CM の方、どうぞ。フランスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。これはね、そういう手のタイプはちょっと、もう毎日それが嫌で、今日もちょっと持ってきたんですけど、ダメなんですよ。これ飲めるんですか？これラ・フランスやん。え、これ、はい、ほぼゼロじゃないですか、これすごいわ。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。はい、やってきました。はい、 お待たせしました。いきますか。じゃあここで、まあ毎回やってる、アンケートタイム。イエイ。アンケートタイム。そうですね。まあ下の子から意見がありまして、はい、ちょっと聞きました。久々にこれ聞きました。なんでそんなにあなたはイケメンなんですかっていう。僕ちょっと顔不細工なんで、なんか美容とかやってるのかっていうちょっと意見をもらいました。ああ、そう、そういう風にそうで、だからどうやったらこうやってなんか肌のケアとかなんかやってるんですかっていう。ああ、そうですか。なんか体調管理とか、はい、気をつけてるのかっていうことですね、多分。そうですね。まあ、自分のなんかこう美意識みたいな。そうだね、王子もね、王子美意識高いから俺結構最近頑張ってます。最近ね、青汁飲んで、ニンニクだ、玉飲んで、整体通って、毎朝走って。そうです、僕でしたらお水と、まあ、ストレス溜めないことです。お水は本当に、はいはい、コントレックスとか、なんかすごくなんかちょっと高めのやつです。炭酸水とか飲んでます。あ、ペリエとかね。そうですね、それクラブソーダとかね。クラブソーダとかクラブソーダって飲んでますね。あ、そうなんだ。どうだろう、俺はあの退院してから毎日バナナ食べてるけど、あ、いらないか、こういうの。バナナは結構いいらしい。拾ってバナナめっちゃいいらしいですよ。バナナいいの、健康にいいから。なんか食べます？はい、一緒に食べます。食べ物とか食べ物ですか？もう疲れてるこれ。俺前半30分したら疲れちゃったもん。この時間半端ないんですけど俺。あのね、いつも通り、いつも通りが。俺ね、前半30分めっちゃ喋ったけど、30分したらもう結構ね、あとのやつ。そうそうそう。あの、コメント入って、頑張れよ。頑張れよ。ありがとう、頑張りまーす。黒、頑張れよ。誰が黒だよ。誰が黒ちゃうよ。あー、なるほどね。まあ、こういう感じ結構ね、自由なんだよ。本当に自由ですね。自由。俺、結構自由だから。だね。まあそういう水とかね、ソーダを飲んでて、こう結構使ってるってこと。ね、はい、ああ、なるほど。じゃあ伝えとこう、ロイに伝えときます。それ今の完全にロイがあれみたいになってる。なるほどね。はい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 。で、あともう一個、なんかあの下の子から、はい、なんでもう一個あって、ちょっと聞いたんですよ。まあ入ってから、まあもともと経験者とはいえ、まあやっぱこう話すことが慣れてらっしゃる。まあ、多少なり自分ちょっとあの、はい、不器用というか人見知りなんで、はい、どうやったら突破口が開けますかみたいな。でもちょっと人見知りだもんね。そうですね。それでも下の子が見たらこう、なんだろう、なんかめっちゃ喋るかなって。
人見知りじゃないと思われてるけど、はい、人見知りだからね。人見知りですね。これはなかったことでしょうかね。でもあるじゃん、気にかけてることとか。気にかけてることとかですか。やっぱね、まあ、あ、そうですね、でも人見知りか。でもやっぱり自分から行く方がやっぱり、そうだね、行かないには分かんないからね。そうですね、自分から何もしないと何も発生しないので。ああ、確かに。あの、そうですね、多分、あの、もし先輩方がいるんで、多分何か滑ってもフォローしてくれると勝手に思ってます。でかい。そう、それがあると多分僕はもう安心して飛び込んできます。ああ、それが多分一番だと思います。大丈夫、全部削るから。ここで全部削るから。これ代表のフォローはしないけど、タナ君のフォローするだけです。なんでそこで隠してんの。隠しそうだ。お願いします。そうですね、はい、見えないところで全部フォローするから。はい、お願いします。分かってくれる子は分かってくれる。そうですね。でもすごい謙虚なんですよ、花君。さっきもちょっと店で待ってたんですよ、代表のこと。そしたらずっと、もうちょい待ってって言ったらずっと立ってるんですよ。いやいや、座っていいよね。謙虚に立ってる。それはなんか人間性が出るよね。すごいいいじゃん、花君。すごいすごい優しい子なんだなと思って、やっぱり。まあ、それ大事なんで、まあ、全部削ってくんだよ。お願いします。全部お願いします。もう大事な時もこれでも持ってくるから。これですか。今大丈夫なんですか、これ。どうですか、どう。え、あの、ちょっとケツのあれね、台の方もちょっと拭こうかな。ああ、どうぞ。今回の勢いだよって。あ、気持ちはそれやるよみたいな。お願いします。大丈夫。お願いします。気持ちなんだ、気持ち。なるほど。まあ大体分かってきたんでね。そうですね、見てる人も分かってきたら拭こうかな。あ、こういう人なんだ、はい、みたいな。あるんで行きますか。じゃあここで久々のコメントいじりー。よっしゃー、コメントいじり行きますか。じゃあパンパンパンって言いますね。行きましょう。アマチの香水何使ってるみたいな。香水、はい、なんかよく聞かれるんですけど、あのブラックエクサスという。お、いいっすよ、これ丸い、あ、する、いますよ。丸いで言ってたんだけどね、丸いにこの間書いたら、あの、もう売れないんでなくなりましたって。え、だからもう、ね、ネットで買ってる。ブラックエクサスです。ないのレディースのやつか。レディースなんすね。レディース使う最近多いっすよね。俺もレディースなんすけどね。もうだだレディースの方がいいかなと思って。はいはいはい、ですかね。どうでしょう、他気になるコメント。あとね、なんかまあアップが欲しいなってことなんで、ハナ君のアップだったり、今代表俺も含め3人なんですけど。後でやるよ、後で。後でそういうタイム作る。後でやるよ、それ。もう一回 CM 見てやるんだよ、それやったら。はい、あの、ハルスさんだけみたいに股間開いて、それないですから、座ってますね、完全に。男座ってやつなんですけど。男らしいからね。どうだかね、他。安定感がない。いや、安定感しかないと思うけどな。おかしいな。中野のホスト、中洲のホストクラブは分かりません。俺、中野ホスト分かんないですよね。中洲何があるんですかね。中洲分かんないよ。エゴイストとかじゃない。お、そうですね。有名ですね。何店舗かしてるよってことは、中洲のホストってことは福岡の方見てみてるんですね。どうなのね。あ、そんな遠いところ。でもね、ここ見てる人ね、あの、海外もいるからね。まあ、コメントに。そんなに ロシアってやつだ。嘘でしょ。ほどほどほど、海外まで進出してやってますんですけどね、半端ないんで。最近こうグイグイ来てるからね。イケイケなんで。コメント今920ぐらいなんで、まあ920、まあ1000突破なんで嬉しいな。2000いこう、2000。2000 2000いこう、2000いこう。まだいける。いついくの。今でしょ。今打つでしょ。打つべし、打つべし、ね、こうやってね、やってくるの。あー、はい、滑ったところで。え、もう終わり。コメントにして。疲れてる。ちょっとコメントなんか難しい。あ、俺おコメントね。うん、じゃあちょっと、じゃあつなげてもらって。やっぱね、なんかいろいろあるんですけど、花君のなんかあれ言いましょう。何ですか。こう今後の抱負とか。今後の抱負ですか。まあ今回出てくれたら、多分出るのも、はい、まあ来月、再来月出てくると思うんで、これから出るので、こういう風にしていきたいですけども、入ったからにはこれをやりたいです。入ったからにはですか。そうですね、入ったから前の売り上げを超えたいですとか、なんかこう、はい、仲良くなりたいですとか。はい、わかりました。見に行ってくださいみたいな。はい、大きく言います。ゼロのグループで1店舗経営するくらいになりたいです。大きく言います、すいません。
そういうの欲しかったな。いいね待ってた待ってた、そういうの振りが上手かった今ね。あ、ほんと社長見てます。ちなみにこれ社長とか見てるんで、やっぱりうちの社長、小社長とか見てて、あ、事務所の方でもね、管理して見てるからね。そう、ダメ合わせされるために、おすまなかった、よかったよ。結局でも、自己満なんでこれ、結局に絡まって。どうなのね。俺はちゃんと、必ず出た週の次の週とかは見てるんですよ。あ、チェックチェック、俺もチェックしてるんですけど、その場で生で見れないんで、見てるんですけど、まあ、いい回、悪い回ありますけど、まあ、安定感はあると思うんですけど、これからもよろしくお願いします。楽しみです。よろしくお願いします。はい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 、はい、これ、坂も、ね、登れば登るほど新しく更新されたら戻っちゃうからね。そうなんですよ、最初の方見ないそれ。そうだね、会長いつもこの時間。でも今回、俺顔でけえばっかりだな。やむわ、また入院しようかな俺。会長見てるって言って、会長は見てるのかな。やまねえよ。大丈夫だよ、だってもう 病室の上でも店大丈夫かなと思ってずっと考えてたよ。考えますか、どうやってね、なんかより安い、よりね、働きやすい環境を作れるのか、すごく考えてた。そこは先に考えてますね、俺ね。最近代表と、ね、電話する時間が多分ね、1日1時間ぐらいあってね。あるね。いやもう本当にどんだけ代表が好きなの。代表言う頃入れようかな、さっき考えてて。でもだけ気づきました、俺携帯にいたかもしれないですか、俺たち未だにどこまで電話してるんですよ。なんか iPhone でタラなんですよ。あ、そうなの。そうっすよ、iPhone どうしたら。あ、違う違う、ソフトバンクどうしたんで、だからタラなんですけど、俺今日気づいて、代表と毎日1時間電話して、どっちか電話にかかってるじゃないですか。まあ、ちっちゃい話なんですけど、iPhone だから iPhone 電話したら、ただの人だ。それ俺たちそんだけ頭使わないで、もう、どんどん考えてるんで。ね、頭でかいし、背でかいしね、そういうところ弱いからね。いい店入りましたね。あ、ほんとにもう。なぜか知る？アナログホスト。デジタルはちょっと苦手です、私たち。ガラケーですよね。ガラケーなんですよ。もう時代はガラケーなんで。ガラケー。はい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 。そうだね、まあちょっとこれ、お返しします、これ。はい、そこまでないです。はい、じゃあ、そうですね。じゃあ、ちょっと、まあここで、ちょっと久々にアンケートを取ろうかなと。お毎回取ってたんだけどね、つなげになんかそういうのもやってなかったから、ちょっと初心を返して。アンケート。いきますか、じゃあ、アンケートタイムタイムシーということで、どうしようかな、お題。お題。何かありますか？じゃあ、話すないのか分かんないか。なんかこの中で、お題を決めて、はい、パーセンテージが、で、美人だった人が、視聴者が決めるんだけど。はいはいはい。例えば、はい、スマップで言った木村拓哉は誰か、はい、この3人の中で。その中でパーセンテージが低い方が。そうそう。ああ。が、ね、ここのね、今日、焼酎ロックを飲んでるから。ああ、はいはいはい。の、なんかないかな。なんかないかな、コメントちょうだい、コメント、こういう時コメントちょうだい、頭でかいのがいいから。なんかコメントあればそれに関してありますよ。なんかね、なんかないかな。じゃあ、まあ冬だし、スノボーでゲレンデで一番モテそうな男。あ、いらない声。分かった、いらない声、いらない今。ちょっと当たり前みたいな感じですけど、まあ、ほらこの時期イルミネーションの時期なんで、この3人で一緒にイルミネーションを見に行きたいなっていう人、クリスマス用のイルミネーションを見に行きたいなっていう。あ、イルミネーション、はい、一緒に見に行きたいと思う人。結構これはいいかな。あー、イルミネーションね、どこのイルミネーション。俺あんま行ったことないんですか、分かんないですけど。今六本木系です、六本木系。あー、欅坂だっけ。今年行き六本木綺麗らしいですよ。で、今これはテレビやってました。俺行ったことないんだ、まだです。自分がこうイルミネーションにこう、ね、ハルト君とか身長高いから、そう、なんかこうクリスマスツリーみたいな。やっちゃってね。それクリスマスイブでやろうかな。お店の方で。で、花君も一緒にやってもらってね。それもいいですか。で、俺ハロウィン、俺ハロウィンのカボチャやるから。カボチャ？はい、じゃあそれで行こう。じゃあイルミネーション。この3人で見に行きたい人、この3人で誰と一番イルミネーションを見たいか。ああ、いいじゃないですか。ジャッジをファイト。そうだよね。で、今こ
ここね、今統計取ってるから、ここでいいね、アピールタイムか、アピールタイム。あ、これ今ですか？今アピールタイム。まあ俺だったらまあイルミネーションを見に行って、何するのかな、イルミネーションを見に行ってこう見ながら、なんもないのかよ。いや、なんもないのかよ。いや、俺今一生懸命、いや、俺イメージが湧かないんですよ。なんかそういう経験があまりないんで、どういう感じなんだろうなっていう。まあどうだね、俺だったらまあイルミネーション行って一緒になんか写真とか撮るんですね。ああ、俺撮りたいですね。写真撮ってね、その写真をパソコンで焼いてね、次会った時に入ってこう手紙とか書いてね、ロマンチック、嬉しいっていうのを やってみたらいいんじゃないかな。嬉しい、嬉しいですね。とかそういうのもあるしね。はい、まあ、ハロウィンはなんかある？僕はちょっとセコインでイルミネーション行って、あの来年あたり、去年も行ったよねみたいな言いたいですね。ちょっと、ああなるほどね。それをこうあれよね、思い出にしてやっぱり、そうですね、ちょっと今年も来れたねみたいな。そうですね、言いたいですね。あ、もしまあ俺だったらもっとあれするかな、あのイルミネーションをこう見て、この中に、あ、なんかゴミついてるな、あそこ。まあ前もってこう仕掛けといて、あそこにこう、何か見ました番組で。何かそれ見ましたね。なんか、今見たのが、結婚指輪を前もって仕込んどいて、こういうなんかコップみたいなグラスの中に入れとくんですよ。で、普通に乾杯するじゃないですか。で、飲むじゃないですか。なんか入ってないって、この中に小指輪が入ってます。ロマンチック。あと、かっこいいですね。あと、俺もう一個知ってる。あのなんか、お台場の、あれじゃない、自由で女神。ああ、今。で、あの上に、あの、手あるじゃないですか。あの上に指輪をはめとくんですよ。3枚持って、で、夜景見ようって言って、あそこで夜景を見て、え、なんかあそこ光ってないって言って近くまで行って、パッて撮って入る、はい、これからはい。妄想バラすということで、統計出ましたか。じゃあ統計の方お願いします。そうにやってみたいな、俺も。はい、いやはいはいはい、ほんと顔できる。はい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 、安定の真ん中、これ代表がもうこれグイグイかな。いや、こういうパターンね、いつも B なんだ。大体分かってる。めっちゃ古いじゃない。フライングゲット。つまんねえな。え、代表1位ですか。あ、お、1位ですか。あーあー、面白くねえな。面白くねえな。ちなみに、ドベは言うんですか。ちょっともう一回出ます。もう一回出ます。なんで俺乾杯になっちゃった。乾杯になっちゃった、分かんないけど、このお茶美味しいよな。いやでも、なんだろう、なんかこう、イルミネーションとかってこう見に行きたいですよね。確かに確かに。まあ、ちなみにうち、クリスマスイベントもね、店内クリスマス仕様にするんで。あ、そうだね。一緒にイルミネーション見たいなと。ゼロのイルミネーションで。なるほど。じゃあ行きますか。じゃあ、まあ、アンケート終わったところなんで、じゃあもう一旦 CM の方をどうぞ。どうぞ。ララシンウララララカマヨ。Come on, y'all.
ね、あと13分しかないところなんで、いきますか、じゃあ、じゃあ恒例の、まあいろいろね、あの12月は結構企画が多いんで、じゃあ、王子、はい、企画をお願いします。はい、そうですね、今、ゼロではね、まあ先月からなんですけども、まあ一応、三大キャンペーンというか、まあ実質は今月からなんですけど、冬の第三大キャンペーンというのがありまして、お三大キャンペーン、一つ目がまず、9時までに来店のお客様に関して、初回90分、1000円になってます。おまあ一応、今月だけなんで、もしよかったら、今こうやってね、見てるお客さんとかね、もう見てる女の子とか来てない子は、まあ、特別なんで、本当に安くやってるんで、取り合わせ多いからね。今年最後のね、クリスマスこのシーズンをね、素敵な王子を見つけて、うん、イルミネーションを見に行ってもらおうかなと思ってやってるんで、お願いします。はい、2つ目に、2つ目よ2つ目に、飲み直しキャンペーンでやってまして、はい、そうですね、やってますね。毎週、そうですね、火曜日、金曜日、飲み直しキャンペーンということで、まあ、ちょっと普通の料金をちょっと安くして、飲み直しをしてもらって、指名ができちゃうんです。指名してもらって、担当さんを作ってゼロで、はいはい、なんか素敵な、これも好評ですからね。大好評で、まあ、うちこの、まあ、今月というか、まあ、先月からやってるんですけども、一応、まあ、すごく好評よくて、毎まあ、ほぼ火曜日、金曜日は毎週、飲み直しも入ってまして、すごく、いい感じで好評してるので、もしよかったら来てもらえたらいいと思います。お願いします。はい、3つ目にとして、3つ目だよまあ、これもちょっとあれなんですけども、やりたいです。7時から9時に来たお客様に関してですね、シャンパンを、はいはい、通常はですね、4万5000円のシャンパンを、なんと、3万円で、コールもしたという。いいコール付きですか、いいです ?1 日限定作品なんですけど。え、なんで、もう一回、え普通だと4万5000円のシャンパンを、はいはいはい、3万で、7時から9時の間に来たお客様に関して、まあ、その、マジでいや、なんでやない。そのシャンパンを、1日限定2組なんですよ。限定ですね。はい。これも好評ですね。はい。だから、ね、指名してお客さんでシャンパンいただく子、まあ、これがやりたい子と思う子は、まあ、こういう機会にね、そのシャンパンゴロ味わって、ね、まあ、じゃあ、うちのシャンパンゴロ結構みんな集まるんでね、この空間を味わってもらって、ね。出勤前にはもうそれなくなってますね。はい。なくなってます。結構、もう終わったんです。もう遅い時間とか結構、問い合わせあるんですけど、まあ、今日時間厳守で、まあ、9時までしかそれはできないので、まあ、早めの順なんでね。まあ、見てお客さんは、女の子はね、王子に相談して、入れてみようかなと思うからお願いします。はい、まあ、これ、そうですね、まあ、これは三大キャンペーンなんで、まあ、やってるので、ね、いいやつだね。これを機会にね、こう、3円ゼロを楽しんでもらおうかなと思ってやってるので、ぜひお願いします。嬉しいですね。まあ、詳しくは、放送の方にも書いてるんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、今月のイベントの告知をお願いします。代表。あ、私ですか。はい。いいんですか。また、ストーッつって言っちゃっていい。はい、じゃあ、12月の、まあ、告知、そうですね、2つあるんで、じゃあ、いきますよ、1つ、スマホの場合は、まあ、今週の日曜日、横ですかね、ゆいが主任のバースデーイベントを開催するので、まあ、ね、来てくれた方には、なんか特権があるみたい、はい、あるみたい、あるんです。で、ね、まあ、今回もまたちょっとすごいみたいなんで。まあ、彼自身もちょっとすごい勢い半端ないんでね、すごいから、まあ、また違う、去年とは違う、ゆいは主任を見せてくれるのかっていうことなんで、楽しみなんで、皆さん来てください。えいで、ふとーっつあ、もう飽きた、これやりただけですよね。もう飽きた、これ今最後2つ目、2つ目が、12月の24、25で、ゼロクリスマスイベントを開催するので、まあ、この詳細をね、まあ、ちょっとだけ言おうかな。まあ、ちょっとだけ。うん。いいです。まあ、ちょっとね、2日間あるんで、まあ、イブの日は、あ、両方か。まあ、みんなちょっとね、素敵な王子様の格好で出迎えして、ワンポイントアクセかな。はい。バラをね、加えてね。これね、ワンポイントもう、口に加えてね。お口にちゃった。まあ、やってね、ね、姫様たちをね、まあ、おもてなし。おもてなしをやるんで、ちょっと楽しみに、うん、まあ、あとその、まあ、メインの時間帯からはまあ、豪華景品も当たるという、ちょっと風船パンパンパンを やることをちょっと決まったんで、はい、まあね、ちょっとビンゴ大会でもいいかなと思ったけど、ビンゴじゃちょっとまたつまんないやと思って、
そこのドキドキ感、音がバーンってなる瞬間をね、やっぱね、心も胸も弾けてもらって、お、ね、ここね、うまい、まあ、そういう気持ちなんで、はい、楽しみにしてください。お願いします。はい、ということでね、まあどうだろう。あと、あ、そうだ、求人案内の方もじゃあ、行きますか。はい、じゃあ、求人案内の方。え、そうだね、そうだね、今のエースそうだよ、目ん玉飛びそう、チワフみたいな。本当にびっくりしました。じゃあ、おじい、求人案内の方。はい、そうですね、ゼロではですね、たくさんの従業員を募集してまして、まあ、最近も本当にね、花君をはじめね、従業員の方もたくさん入ってもらってるんですけども、まあ、本当にゼロ楽しくて、遺跡の子もそうですけども、未経験者の子もね、働きやすい環境だと思いますので、まあ、自分の夢に目標をね、立てて、ホストやるっていうのはすごくあれ大事かなと思うんで、まあ、それをサポートするんで、代表と自分の方でね、皆さんの夢を、応援してあげたいなって気持ちがあるんで、まあ、いろいろ悩みとかあったり、ちょっとでも興味ある方は、そうですね、ゼロ求人番号書いてあると思うんで、え、どこに、あ、そこね、そこね、はい、そこね、ゼロの求人、まあ、問い合わせすぐあるんですけど、ここね、ここね、これこれね、これね、これやりづら、まあ、あると思うんで、見てもらって、電話の方、ガンガンしたってください。はい、いろいろこう特権というかね、すごく対応もいいしね、まあ、書いてありますけどもね、今、研修期間中で時給の方がね、ちょっと高くして、まあ、すごくいい環境になってますね。結構いい、ね、いやらしい話、結構ね、まあ、こちらの方はめっちゃいいんでね、もう結構、本当のいやらしいトップガスだよ。いやらしいですよ。まあでもね、これがなかったら何もできないんだよ。これがこうだ、これがこう、これがこう、正直いいです。まあはい、どんどん電話の方お願いします。お待ちしております。待ってまーす。待ってまーす。はい、行きましょう。じゃあ続いて、今週のオフショット、オフショット、オフショット、いきますかね。あ、来ました。これは一昨日ですかね。かなめくんが、従業員のかなめくんが誕生日だったんで、営業後に顔面ケーキと、なんこれなんだっけ、ガンパーンってやつ、なんだっけ、クラッカー。あ、クラッカー、クラッカーをやりました。まあ、ね、今後楽しみなんで、ちょっと期待したいなと。はい、うちもイケメンばっかだね。声小さいんですけど、器でかいんで。あ、これ、なんでしょうね、これ。あ、これ、これが入院するときの昼飯だ。いや、大丈夫、これいらないっすね。あ、いらない、いらない、いらなかった。めっちゃ質素ですね。あ、時間なかった。あ、また戻っちゃったよ。また戻っちゃったよ。ん、ケーキからのもう、あれですよ。お粥ですよ。あ、これが、あ、これそうですね、グループの野球のやつで。はい、真ん中は僕です。飲みじゅりさんと、ちょっとやらせてもらったんですけど。キャプテンの代表なんだね。そうですね。このユニフォームも新作なんで、はい。デザインしました。うち結構強いからね。これは点数だね。これめちゃくちゃ勝ってるじゃん。一回に11点という。取りすぎでしょ。でもクソ寒かったからね。もうちょ冬はできないから。29対2になってすっげえ。あ、これ僕ですね。後ろ。なんで55番なんですか。松井じゃないですか。松井が好きなんだ。そうなんですよ。この姿はね、自分で言うのはけどね、多分かっこいい。自分で自分で。多分ね、代表でもこれを取りゃダメになる。はい、これはですね、歓迎会の、おぉ、新人歓迎会の時かな、龍也と柊也のやって、結局ね、もうこんなワイワイやって、もう酔っ払いすぎて、わけわかんなくなったという感じでね、飲みすぎだろ、ね、真ん中が龍也なんですけどね、もう酔っ払ってますね、よくわかんないもん。でも楽しかったけどね、本当に、すごい楽しかった、このあと俺、野球だったから、死んだ。あ、これ修也、後ろ修也と絵にしかな、絵にカーンですね、後ろ絵にカーン守ってますね、やっぱり。みんなは守る絵にカーン。そう、うん、ちょっとこういうのもね、はいはい、いや素晴らしい、いろいろやってんな、うちね。でも歓迎会あるからね。あ、本当ですか。もちろん大丈夫、大丈夫です。お酒はいいけど歓迎会ね、そう、楽しみだしね。あ、そうそう、本当そうだ。酔っ払ってそれでもやめてください。お酒強いと思うんで。いや、楽しみです。全部楽しみです。全部楽しみです。楽しみです。なんていい子だ。まあ、全てがね、初めてだからね、ゼロではね。そうですね。まあ、はい、ゼロから作っていけばいい。はいはいはい、はい、サポートするんで。はい、なるほど。そっか、ね、まあ今回ね、ちょっとね、楽しみなんでね、実際どうだった。もうあと時間もないけど、はい、いやでもコメント途中止まっちゃったんですけど、1400ぐらい、1200ぐらい。あ、これ、止まない困っちゃいました、コメント。どうだった、ちょっと初めてのあれだったけど。初めてですか、うん、感想は。感想ですか。多分最初から最後まで緊張しっぱなしだったんで、はい、
ただただ二人の話が楽しいです。いや、もうね、ただただ楽しいです。言っていいですか、いっぱいいっぱいです、俺も。その時間はもう、でもね、いっぱいいっぱいで汗が出るから。僕、向こうでいいですもん、向こうで聞いてるだけでいいです、僕。はい、まあでもね、まあすごく、まあ今回初めてだったんですごい緊張したなと思うんで、うん、まあ次回は、慣れた状態で花火をね、はい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 、できるこの司会やってもらおうかなと思って、はい、いややっぱね、それはね、やっぱね、店一本、ね、一本一本ぐらい出す、こう、っていう気持ちだからね。じゃあもう一店舗ね、まずゼロトークからこう作ってもらってニコナイトの方からこう ね、アピールしてもらってね、アピールしてもらって、はい、まあコメントの方もね、1300、400くらい行ってて400くらいかな、はいはいはい、はい、コメント上がってるね、まあ、久しぶりだったんですけど、まあ本当に皆さん見ていただきます、本当にありがとうございます、本当に告知ね、やっぱね、しなきゃね、ちょっとできてなくてもらって、すいません、ちょっと最近忙しいんですよ。いやなんとか嬉しかった、まあ本当に大丈夫ですもん、わかるわかる、本当私も、あ、そっちのわかるかね、本当気が向かないでも見てください、本当いやー、ハルトもエネルギー切れですけどね、ハルトは頑張ったんで来週も見てください。まあ来週もちょっとあれこれで、まああとちょっとね、そうだね、まあ年内もね、まあ全部出るんでバッチリ頑張るんで、まあこれからも応援の方をしてもらえたらよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますね。いやー、安定のハルトとアマチと花君なんでね、安定だね、もう安定しかないかも、安定の手だよ、安定の手でまあこれから先ね、3人の目標とすればお店を一店舗ずつ構えたいなと、はい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 、いう目標もあるんで、そうですね、はい、でここで最後決めたんです、私、はい、この時間をさっきアップが欲しいということで新企画コーナー作ったんで、最後の最後の、はい、最後ね、ゲスト1分10秒です、あと1分10秒じゃない、あと1分10秒です、いやいや、いやでもハンディカムでね、ちゃんとこう、これ持ちたいなっていうことなんで、そうそうそう、あ、そうそう、もうこれごと持っちゃおう、はいはい、お、1分前、いいよ、ありがとうございます、あ、決めたな、やっぱ、しかしそう思わない、うん、そう思うね、いやー、そこらもうね、ちょっとね、上、ちょっと下から上舐め回すようにね、まずハルト君から足をこうやって、そうそう、足をこうやってイケメンだね、やっぱね、次、花ちゃんもね、花ちゃん、花ちゃん、足からこうやって、こう見て、こう見て、そうそう、わかんないっす、すいません、何やってんだ俺はよくわからなかった、はい、まあ、あと20秒かな、本当にありがとうございました、来週はもっと安定感を持ってやっていくんで、うん、ありがとうございました、まあ頑張っていくんで、来週のゲストは秘密花井くんでした、ありがとうございます、この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。